同じ日本でもこんなに景色が違うんだなって。今日はありがとう。すごい楽しかったよ。冬木さんと来れてよかった。早川さんも気になるでしょ。幼なじみで同僚の。ああ、しまった僕としたことが。今日も安定して嫌われてるな。安心しろ、俺はお前らと友達になりたいなんて思ってないから。いいんなら行きますよ。話して面白いことでもないし、先輩らが関わるようなことじゃないっす。いいよ。本田さんは本田さんらしくゆっくりやっていけばいいよ。この家でいかにも連中が考えそうなシナリオだぜ。だがこの漆黒の翼の目はごまかせないぜ。蛇は何者かが話したのだ。翼と一緒にいたら北海道がもっと好きになった。ここはちゃんといい街なんだなって。もし渚ちゃんが捕囚になったら私は夏休み直哉を独占できる。咲ちゃん。私は吹雪ちゃんが先になるかと思ってたけど。私が？だって駆逐艦の中で一隻だけでしょ、帰還なの。でも随分慎重なのね。あのまま一気に基地を潰しちゃえばよかったのに。妹が傷ついて怖くなっちゃった先輩ってもしかして年下好きですか？あ、もしかして今私のこと口説いてますか？ごめんなさい、年上結構好きですけど無理です。あなたのように力を悪用している奴らを脅すためにです。私たちはそういう存在なのです。攻撃はこことかここのボタンね。そんでガードとかジャンプで相手の攻撃をかわしながら。あ、ごめん。え、がぜん興味が湧いたよ三楽くんなんとしても奴らとコンタクトを取るぞ。場合によってはロンダリングによる交渉も。いや、それ以前にこの状況一体何なの。他人と行動するなんて久しぶりすぎて何話せばいいのかさっぱり。私たちはずっと一緒だ。真珠館の三人勇者の絆は世界の断りよりも強いのさ。愚かだな、実に愚かだ。叶わぬ願いを持って進む者は確実に身を滅ぼすぞ。ちゃんと拘束の範囲内ですよ。まあ多少拘束の穴をついてはいますが、私たちにとって美貌は力です。私やっぱりご褒美が欲しいです。もし四季君が目指している順位に入れたら私とデートしてください。私はその中には入れていただけませんか？すみません和樹様、ご無理を申し上げたなら。あなた様よく頑張りました。花丸あげちゃいます。天聖神メルフィーナの加護お受け取りください。アリシアさん、寒さ厳しい真冬にかき氷を押すあなたの強い志、感銘を受けました。でもそんな私を助けて彼はこう言ったんです。僕と結婚してくれって。いや言ってないけど。はあ、変な子だって思われなかったでしょうか。現金でしか物を買えないのはやっぱり不便ですね。なんていいやつなんだ。俺からもちゃんとお礼させてくれ。いやいや悪いよそんな。いや欲しいもんとかねえの？ハマってることとかは？あの清らかな肌を見て。ブヒブヒ襲いたいブヒ、豚の出来でベタベタにしたいブヒなどと思った場合、彼女にはそれが分かってしまうのだろう。遠いのは距離じゃなくて次元なんだよ。加藤、俺の創作意欲を返せ。俺の嫁を、いや夢を返してくれよ。アラジン、君を僕の友人にしてあげよう。僕と君は特別だ。仲良くしようじゃないか。お前は本当にバカ不器用だな。一問に時間をかけすぎて最後まで解けてねえじゃねえか。どうしても追いつきたい人がいて、何が何でもたどり着きたい場所があるからだと思います。うちのパパに似ててめんこいんだもん。ママ久々にキュンキュンしちゃおう。ミー&ツバチのミツバチカップル、生なめんこいと思うんだけどな。こんな感じです。ねえねえ、アシットマンね、アンパこれで本当にもうすぐ終わりそう。夜に兄ちゃんに披露する話はどうやら私の武勇伝になりそうだぜ。誰がそんなもん聞くか。おっと、先輩のお脳みそおとろけになってお鼻からおこぼれになっておいででは。なんか先輩痛いです。やめてやるやめてやる。それで川島、この性格悪い面のまま生きてやるよ。私だってやられっぱなしじゃねえっつの。だからそれが見つからない私たちってその程度の不幸しか知らないってことじゃん。恵まれすぎてバカになっちゃってるんだよ。てかみーね、もうすぐテストでしょ。勉強しなくていいの？もうママはみーねに甘いな。俺様キャラと可憐な少女、面白い設定じゃないっすか。僕のセンサーにピンピン来るっすよ。あー、ゴーライだ。あー、本当に起動できてるんだね。すごいすごい。でバトルどうだった？どっちが勝ったの？一緒に味もいて配信しましょう。結構です。じゃあ一回だけでいいから、ちょっと先ぽだけ。こんな早くから外出してるなんて珍しいね。さゆねえさ、もっと遊ぼうよ。ゲームばっかやってたら彼氏できないよ。今日は早退させていただきますので。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。ミショウさん、佐々木さん、お願いします。失礼します。私たちは理不尽な暴力と戦っていいのだと学んだのです。あの日から少しでもあなたに近づきたくて、私は助けられを繰り返すうちに相思相愛の中へと。なってない。いいな、その速攻のツッコミ。いじりがいがあるんだよな、イレイさんは。はじめまして。秋野先輩は気になる人とかいるんですか？冬木先輩、留学するんですね。確かに3年前とは変わられたように感じます。でもお優しいところは相変わらずです。私を心配してここまで来てくれましたし。ルーちゃんは変わったの？え？私何も変わってないと思うよ。あの頃と同じ優しいルーちゃんだと思う。そう、アライズの優勝と大会の成功をもって終わった第1回ラブライブ。それがなんとその第2回大会が行われることが早くも決定したのです。私も丸くなったものね。でも翼ちゃんが選んだ子だもの。冬木さんだって本当はいい子のはずよね。もう他の生徒はほとんど昼休み入ってるんだよね。ああ、もちろんお前たちは今から昼休み分の時間休憩してくれな。まだテストまで5日あるとかマジ無理。いっそ今すぐ始まって早く楽にしてほしい。あ、南おきにの翼くんじゃん。2人とも作業終わりそうですか？四季くんと冬木さんがクラスの代表になってくれてよかったです。ご苦労様。ま、何かあればすぐ迎えに行けるな。翼、その友達とはまだ一緒にいたいか？よし、それなら。